日本有数の農産物の産地新潟県、そのほぼ中央に位置するのが三条市です。澄み渡る青空に見渡す限り広がる越後平野、太陽の恵みと広大な大地を流れる複数の河川がみずみずしい梨を育みます。そんな三条市が誇る自慢の梨を提供しているのが株式会社宗樹です。代々受け継がれてきた果樹農家と職人たちが育てるシャキシャキとした食感の梨、土地の恵みをいっぱいに蓄えた梨は職人たちの手仕事で大切に収穫されていきます。果実が大きく果汁の多い秋月、糖度が高く酸味が少ないため甘みを強く感じることができます。幻の西洋梨と呼ばれるルレクチェ、収穫後に追熟することでとろけるような口当たりと濃厚な甘みを引き出します。当たり前のことを当たり前にできるっていうことが、それの一つ一つの積み重ねが果実の品質っていうところに影響するので、細かく畑に入るようにして梨の状態をチェックしながら適宜で作業するようにしています。まあ、梨を詰めるときは階級分けした大きさのものを入れていって、果実一つ一つにネットをかけます。その後に、上にまたネットをかけて、衝撃が加わっても果実が傷まないように、非常に丁寧に梱包しているつもりです。私たちの作る梨は非常に甘いのも特徴ですし、みずみずしいのも特徴なので、自信を持っておすすめできる梨になりますので、ぜひお召し上がりください。株式会社宗樹の梨は今年も最高の実りです。だから日本の果物は美味しい。